もう4月から4ヶ月経ってしまいましたが、人間文化学部の皆さん、国際学部の皆さん、入学改めておめでとうございます。ようやくこの人見記念講堂で皆さんの顔を見てお祝いを言えて大変嬉しく思います。閉校期間中の大学では、全学でオンライン授業を実施するために Zoom の契約を増やすなどネット環境の整備を始めました。大学全体のネット容量の増強やオンライン授業に必要な機器を整え、ウィズコロナの状況でも対面授業でもオンライン授業でも制限なくできる、あるいは受講できる教室の整備を始めています。先ほど理事長の話にもありましたように、第一歩としてですが、西キャンパスという話がありましたが、その第一歩として、西キャンパスに新設のデジタルラボというのがあります。その一教室に対面とオンラインの両方を同時に実施できる機器を整備し、現在施行中です。そして、3年がかりの工事となりましたが、正門ストリートの整備が終わりました。正門からの見通しがよく、通る人の気持ちが良い緑豊かな明るい通りになったのかなと思いますが、皆さんの感想はいかがでしょうか。これからのことを話したいと思います。今日から大学は必要な場合は、事前申請なしに入校できます。しかし今後の授業や課外活動も従来とは異なり、感染防止策を徹底したやり方で進めていかなければなりません。学生の皆さんも大学でも私生活でも感染防止をするために、よく言われる手洗い、検温、3密を避けるなど新しいマナーを守るように心がけてください。感染リスクの高い場所には行かないように注意をしていただきたいと思います。後期の授業は先ほどにもありましたように対面とオンラインの両方で実施することを希望的に計画しています。しかし状況により臨機応変に変えていかざるを得ません。どのような状況になっても皆さんの学習を妨げることのないように教職員一致して最善を尽くしたいと思っています。私たち教員の方も急遽 Zoom の授業になり、オンライン授業になり、会議も Zoom で行ってきました。このような中で Zoom のメリットにも気づきました。学生の皆さんに課題をフィードバックする中で一人一人と、距離が近づいたこと、会議には場所を問わず参加できる、海外ともリアルタイムでつながれることを実感いたしました。オンラインで海外の大学の授業を受ける、海外の大学とのディスカッションも日本にいながらにしてできます。今後オンラインを活用して地域や世界とつながる活動がますます盛んになってくると思います。皆さんの語学力も磨いていただけるのかなと思います。1年次の皆さんについては、このような困難な状況の中、不安や不満を感じながらも前期よく頑張って学習を進めてきたことと思います。これから先コロナばかりでなく、さまざまな試練や困難な状況にぶつかると思います。しかしそれぞれ困難な状況に、くじけることなく臨機応変に対処して乗り越える力をつけていただきたいと思います。ちょっとここで、一つ最後に私のメッセージを、言いたいと思います。皆さんは必ずそれぞれに人より優れたところ、何らかの才能を持っているはずです。もちろん語学が堪能だとかキラキラ輝く才能が見える人もいると思いますが、私の才能どこにあるんだろうと思っている人もいると思います。そのような人には、自分の興味あること、ちょっと得意なことを真剣に取り組む、あるいは夢中になって打ち込んでみるということを続けていただきたいと思います。そのような中でやがて自分の中に光るもの、優れているところ、才能が見えてくると思います。ぜひ自分の才能を見つけて、この大学で大きく伸ばしてほしいと思います。本学に第一志望で入学した人、不本意で入学した人、様々だとは思いますが、全員にとって大学生活はこの4月から始まったばかりで、
今がまだスタート地点です。これまでのことではなく、これからの4年間で何を学習し、何を体験し、どのように力をつけるか こそが重要なことだと思います。目標を立てて少しずつ努力すれば、小さな努力はやがて大きな変化を生み、そしてひいては皆さんの運命を変えることになると思います。そのような気持ちで努力を積み重ねてください。本学はさまざまな教育プログラムがあります。教室の勉強だけでなく、さまざまなプログラムに積極的に参加し、毎日の勉強体験を大切に楽しみながら、頑張りながら充実した学生生活を送ってほしいと思います。そして4年後には大きく成長できたことに皆さん自身が満足できるような、そんな大学生活を送ってほしいと思います。今日はこのような状況にもかかわらず大学に来ていただいて本当にありがとうございました。改めて昭和女子大学は皆さんを歓迎したいと思います。終わります。